はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。人の人生とは時にあまりにあっけなく終わるものだ。小説や漫画のようにドラマティックな最後を迎えることなんてほとんどない。なぜ、どうしてあの人が死ななくてはならなかったのか。そんな答えのない疑問符をいくつも浮かべ、胸にぽっかりと開いた穴はなかなか埋まることはない。人の死というのは本来そういうものなんだ。生きている限り常に死と隣り合わせで、いつ自分がそれに直面するかわからない。人はそうやって生きているんだ。人はそうやって死んでいくんだ。僕がユウの死を受け入れ、少しずつ前に進むことができるようになったのは半年後の12月のことだった。なんか最、あと最低一人死にそうよね。だって前田さんとはまだ続いてるのね。まあね。いいの？今日一日は私に付き合ってくれるんでしょ？知り合いに見られてヒューヒュー言われても知らんで。いや、ちゃんと説明してやるから大丈夫やって。ちょっと俺がお祝いしてあげなきゃ、主役の W 派だけになっちゃうやろ。それもそうね。ありがとう。ブッカーは向こうで買うん？うん。二人で選んだけよーと思って。さよけ。寒いね。雪降るらしいよ。そっかー、そりゃ寒いわけやわ。もう立ち絵これしかないけど、やっぱコートとか着てもらえばよかったわ。やっほー、ユウ来たよ。今日は目いっぱいお祝いしてもらうからね。ちょっと水汲んでくるよ。話してて。うん、あたしは行く。お先にどうぞ。ああ、わかったわかった。ユウ、もう半年経つよな。まあいろいろと話したいことはあるけど、まず一ついいかな。ほら、今年は自分で選ばんと生きなくなってたからさ、W 派のプレゼント、小学生の時に、あんたセンスないなって言われてから、ちょっと毎年相談に乗ってもらってたやろ。ちょっと夏から悩んでて、本当何あげたらいいかわからんでさ、まあ一応買ったんやけど、にゃんこのキーホルダーにしてみたんよ。ちょっとイメージぴったりやない？納棺の時に入れてもらったウサギのマスコット、あれはゆうへのプレゼントやったんやけど、あれと同じシリーズでさ、その俺のも買ったんよ。ほら、俺はこの犬のやつ、結構みんなのイメージに合ってると思うよね。ちょっと W 派喜んでくれるかな。うん、浄土は寒ない？こっちは雪が降るみたいよ。風邪ひかないようにあったかくして乗ろうよ。そうよ。もう前みたいにお見舞いにも行けへんねんから。おっと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 。ん？なんか隠さんかった今。内緒。ほらちょっと、ほらこの花いけるからハサミ貸して。ええー、よ。まあそんなことはあってね。あたしの恋路はまたもや儚い終わりを遂げたわけなのよ。なあユウ、あたしって恋愛向いてへんの？
そうそうそう、ちょっと、まあ、そろそろ行こうか。ちょっと、手がかじかんできた。ちょっと、これじゃあ、ちょっと、俺らも風邪ひくわ。うん、そうやね。よいしょ、手桶を戻してくるわ。あのさ。ん？あたしさ。うん。ユウのことを助けられなかった自分が死ぬほど許せなかったんよ。うん。ユウのそばをずっと離れなければあんなことにならんかったのにって。もっと早からユウの変化に気づいてあげられたらあんなことにならなかったのにって。ある時にはもしかしてうちのことを信用してくれてなかったんじゃないかとも思ったの。だから相談してくれなかったんじゃって、その優を疑うようなことまで考える自分が本当に許せなかったんよ。俺もや。どうしてあの日ちょっと家をほっぽり出してでも二人の元に行かなかったんやろうって今でも後悔してる。でもさ、最近私思ったの。まあ、ユウは優しい子やから、うちらがいつまでも悲しんでる姿とか見たないよね。まあ、遺書もなかったし、あの子が死を選んだ理由は、まあ、わからじまやけど、それでも、さ、あの子が天国から見てるんやからさ、自分を追い詰めたり後悔したりするのはもう終わりにした方がいいよね。この考えでええよね。ユウも、僕も、W 派にはずっと快活でいてほしいと思ってるよ。ああ、そっか。よかった。じゃあ、私たち、もう行くね。また、参りに来るから。W 派。何？今日は、そばにいるからね。なあんた急にどうしたん？とりあえずどこにも行っちゃわないように見てるからね。うわー！寒いぼや寒いぼ！ね、J もなんか、でもなんかそういう口説き文句使うようになったのね。なあ、言う、今聞いた？お前ちょっと、茶化すなよ、お前。これでも本気やねんぞ。はい、はい。はい、はい。ありがとうございます。ゆあーお腹減った。さーてと、どこのレストランおごってもらおうかな。あーゆ、岩側が一人やとこっちの負担大きいな。あーこのウオベとかどう。いや、ちょっと回らんお寿司が食べたいの。いや、ウオベも一応回転寿司やけど回ってはないから。あ、さっき言うてもうた。お寿司はお寿司でも、なんか回らないお寿司がええな。なんかあの板前さんがあの前で握ってくれるやつ。それかあのジローかびっくりドンキー。また黒マント出てきそうやな。あっ、良さそうなお店発見。ね、あこ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 、焼肉バイキングで食べ放題やって。3,000円。うーん、2人で6,000円か。ギリやな。うん、しゃ、ほら決まり。そうで決まったら全員は急げよ。おお、ちょ、待て、雪降ってきた、雪降ってきた。ちょっと、これからまた、もう一つ寒なると思うから、ほら、上着。ありがとう。ねえ、はよ、お腹減ったー。いや、急がんでも、店はそこにあるぞ。ええから、はよー。
ちょ、後ろ向いて走るの危ないな。なーに、聞こえない。解体工事の音か。もうこれじゃ声が届かない。だーから、解体工事、なんか嫌な予感するぞ。ちょっとなんかや、ちょっとなんかとてつもなく嫌な予感がするぞ。これはこれはとてつもなく嫌な予感がするぞ。フラグ立ったぞ、これこれフラグ立ったぞ。What？ どう、あれ、どう落ちてくるぞ。あ、危ない、逃げて。じゃ何してんの、はよキーさ。だと思ったよ。まったく、そばにいるって言ったのはどこのドイツだい？ワンクール経ちました。うんうん、今稽古が終わったとか、これからそっち向かうよ。え、あいいよいいよ、小学生の時からやったかな。ちょっと毎年この日は家族とは過ごしてないんよ。え、ちょっと寄り道してこいって。なんかサプライズでもしようとしてる？はっはっは。あー、ごめんごめんごめん、わかったわかった。ほら、ちょっと近くの中古ゲーム屋にも寄ってくから。うん、ありがとう、楽しみにしてる。ほな、切るね。らっしゃいませー。とは言うても、とは言うても、今もうゲーム買いすぎて結構積みゲーがたくさんあるんよな。ちょっと適当になんかワゴンって、なんかショーケースのプレミアゲームでもちょっと見て気分上げるか。お、おうほうほうほう、モータルコンバットトリロジーか。へえ、高いね、結構するね。あなたの後ろにとおすすめのやつどれどれ。ほえ、ほえ、またいろいろと増えたんやね。やっぱ都市伝説も、やっぱマンネリズムを避けるためにいろいろと作られるんやね。どれもこれも嘘くさいわ。他にもいろいろ書いてあるな。死後の世界とつながる方法に、悪霊を払う方法をね。うん。まあ、そういうことができるんやったら、その、幽霊とか生きる類はもっと身近な存在になってたやろうけど、都市伝説なんていうものは童話と同じ、童話偶話と同じ、大人が子供に言うことを聞かせるためのいわば教訓や。やっぱり大人の都合が見えてくる都市伝説ばかりやな。うん、どれどれ、ガラクタや赤いナメクジにユキちゃんのランドセル、首刈り貴族と怪人、首刈り貴族と、あ、怪人級崩れ女も、ん？これは、四つ字の黒マント？怪人級とは別枠？なぜ奴が都市伝説に？あいつは人間やったはずや。それに、捕まったんじゃ。ちょっと一読してみっか。四つ字の黒マント、数ある都市伝説の中には、都市伝説を模倣した殺人鬼が新たな都市伝説となるケースがある。ベベン、それが四つ字の黒マントで、黒マントでござる。この男は、この男は生前怪人級の子供をさらう手口を模倣し、5人の児童を連れ去り殺害した。
頭部と手足を切断したのに頭部を遺棄。胴と手足の多くは男の自宅の冷凍庫からなんと発見された。部屋の床には黒い絵の具で逆さまのごぼう星の形をした魔法陣ぐるぐるが描かれており、その上にさらわれた5人の児童それぞれの胴体、右腕、左腕、右足、左足が人の形を取るように並べられていたという。近隣住民の情報によると、男は無職で大人の視線を極端に嫌い、以前は高齢の母親と2人暮らしだった。子供が好きで平日の日中に学校の周辺をうろついては児童を舐め回すように見ていたという。母親が亡くなった後は姿を見せなくなったが、養護と家から予定感何か魔法の呪文のようなものが聞こえていたそうだよ。夢細部精神科医たちはこの男の事件を取り上げ、黒魔術を使って母親をあの時間の呼び戻そうとしていたのでは、亡くなった母親を見て大いに恐怖を感じ、儀式の最後に自分の頭を並べて子供の姿になろうとしたのではと述べた。男は警察の目をかいくぐるように逃亡を図り、全国的に指名手配されていたが、その後児童の遺族によって連れ去られ、自分が被害者たちにしたように生きたまま全身をバラバラにされ死亡したと噂されている。警察が捜索するも、胴と手足は発見されず、火葬は頭部のみで行われていた。このことから四つ字のクロマントは頭部のみの都市伝説であり、子供の手足を集めて完全な体を手に入れようとしていると推測される。一説によると、クロマントは何者かの手で払われたと言われているが、真意のほどは明らかになっていない。おもんない。クロマントと宮前義則が同一人物だっていう推理は俺たちと一緒。でもあいつは生きてた。だから俺らを襲ってきた。遺族に殺されたなんて嘘っぱちや。払われたらバカバカしい。逮捕はされたから姿を現さなくなっただけや。なぜかニュースにはならんかったけど。実際に起こった事件の犯人を都市伝説化して面白がるなんて、筆者はどういう神経をしてるんだ。他にはどんなことを。悪霊を払う方法。ベレン。属性に生きていれば汚れに触れる機会は一度や二度にとどまらず多分にあることだろう。主に死や病、怪我、排泄が汚れに当たる。死者の霊は死に触れているため、たとえ良い働きをする霊であっても魂が汚れていることを忘れてはなりません。そして恨みつらみ、妬み、そねみをもって死に霊となったものは、クブクンリが属性によからぬ影響を与える悪霊であります。では我々がもし悪霊と鉢合わせてしまったら、どのように対処すればよいでしょうか。代表的な方法とし、実はもはや説明するまでもない、日本人なら誰もが知っている塩だ。神社で清められた塩が最適だが、そんなものを日頃から持ち歩く物好きはまあいない。応急処置の食塩で十分こと足りる。使用するにあたり特別な手法は必要ない。そこにいると思った場所に振りかければよい。低級霊ならばたちまち浄化され消えていく。しかし多少なりとも力を持った霊にとって、食塩はあくまで応急処置、時間稼ぎの役割しか果たさないので、そこは注意していただきたい。もう一つ紹介する方法は、塩とは打って変わってマニアックだ。給仕というのだが、ご存知だろうか。人病、当者、怪人、烈罪天という9つの漢字からなり、災いから身を守るとされる呪文である。最後にもう一つ漢字を加えて、効果を一点に特化させることも可能だ。鬼をつければ悪霊払いの呪文となる。日本独自の発展を遂げた陰陽道では、ここへさらにあるものを加えると悪魔払いの成功率が格段に上がるとされる。それがごぼう星だ。陰陽道で魔除けの呪符とされたごぼう星は、五行思想の総国を表したものである。総国とは、木、水、土、金の順に相手を打ち滅ぼしていく関係を指す言葉だ。神消毒でも出てきました。例えば、水は火に影響を与え力を弱める。給仕と五行相克の循環を使えば、悪霊を五芒星の結界に閉じ込めることができるだろう。諸君らのこの先の人生に悪なるものが待ち構えていないとも限らない。ここに書き記した方法が役に立つことを願う。ツンツルテン、お後がよろしいようで。アホらしい。何がくじが、何がごぼう星だ。そんなものは昔の人々が作り出したファンタジーに過ぎぬ。清めの塩だって形式上のものだ。汚れとはつまり汚れ、僕たち人間の気の持ちようやね。さて最後は、死後の世界とつながる方法。
ツンツルテン。我々の生きる属性と死者のつまう霊界は表裏一体、少し軸のずれた世界に並行して存在しているのである。パラレルワールドである。二つの世界の境目が曖昧な場所、時は数多数多くあるが、今回はそれを利用して意図的にあちらの世界へ干渉する方法を職なり伝授して死んぜましょう。裏拍手をご存知だろうか。手のひらを合わせて叩く拍手と違い、手の甲を合わせて叩くというものだ。馴染みの深いか。拍手には邪気を払う効果がある。これと真逆の行為であることから裏拍手は尻の拍手とも呼ばれている。死者が裏拍手をすれば、それはあちらの世界からの手招きだ。そして生きている人間が裏拍手をすれば、死者を受け入れる、すなわち死後の世界に自ら足を踏み入れることを意味する。裏拍手をした後、周りの景色がさっきと同じようで、どこか異様な雰囲気を漂わせていたら、その時は石川氏が手のひらで柏手を打ってみれば、運よく元の世界に帰れるかもしれない。死後の世界とつながる手段として、今回はもう一つ股のぞきを紹介しておこう。自分の股から顔を出す股のぞきは、上下があべこになることから、あちらの世界を覗けると言われている。姿を隠した霊や人に化けた霊の正体を見破る効果もあるが、相手に敵とみなされる危険性があるため、注意が必要だ。そしてもし死者の気がたまりやすい霊道で興味本位に股のぞきをしようものなら、自力の乱れに足を取られ、あちらの世界へ引きずり込まれてしまうだろう。そうなったら最後帰ってこられる保証はない。なお、好奇心に煽られ実行に移した諸君らがどうにかなってしまったとしても、筆者及び出版社は一切の責任を負わないものとします。お後がよろしいようで。ふん、面積を加えることでリアリティを演出してるだろうけど、これじゃ逆効果だ。こんな本を好き好んで買う人が試さないはずがないやろうに。読みが甘かったみたいな。差し詰め、この本の元の持ち主は内容が嘘ばかりやと知ってここで売ったんやろ。どれもこれも信憑性に欠けた話ばかりや。都市伝説を一つの娯楽として楽しもうというのってどうかしてる。ごめんなさい。私、都市伝説に凝ってた時期あります。こんなデタラメを書いて儲けてる大人がいると思ったら腹立つな。この本一体誰が書いたんやろ。著作名は、おい、本名売ってもうたかな。なるほど、ここで出てくんのね。ここで出てくんのね。うん。まあいいや。別に本名出たところでね、出したことないんでね。ほう、聞いたこともない。まあ、どうせ、なんか底辺 YouTuber やろ。古くさい表紙で中身のないペラッペラないよ。古本屋に売り飛ばされた理由はようわかる。ふん。ああ、漫画にすりゃよかった。暇つぶすのはもうちょっとなんかおもろい本にすればよかった。この本のあった棚は、さっきから何なんやろ。本棚の階から誰かがずっと見てくる。気持ち悪い。そろそろいい時間だし、でよ、ついてこなければいいけど。はい、ということでね。今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス。次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。